そうですね、自分が先制点決めてスタートできたのでそれは良かったと思います。はい、もう来ると思ってたんでワンタッチでもいいところで行って、真っ向を狙いました。チームたちはパスを回しながら勝手に早くいいサッカーができていると私は思います。難しい試合になると思いますが、チーム一丸となって勝ちたいと思います。初戦だったんですけど、まあ、苦しい試合だったんですけど勝てて良かったです。つま先に当たって決めたんですけど、まあ、いつも練習でやってる形なんでそれが試合に出せて良かったと思います。そうですね、もっとまだまだ全員がやれると思うんで、またしっかり1週間準備して次の試合に臨みたいと思います。そうですね、今までやってきたことのレベルを上げてしっかり次の試合でも全員のパフォーマンス出してしっかり勝てるようにしていきたいと思います。今年一発目であって、まあ、難しい試合だったんですけど勝てたのが良かったですね。内容はまだまだなんですけど勝てたんで次につながって良かったなって一応ほっとしてます。まあ、ちょっと前々勝ってるのにちょっと前々急ぎすぎて 2-1 なった瞬間勝ってるのに負けてるみたいなムードが出ちゃったんで、まあ、この前の遠征でも 2-0 からひっくり返されたって遠征があって、まあ、2-1 追いつかれた時の守備の仕方とか攻撃の仕方をもうちょっと改善できたらいいなと思います。まあ、いいボール上がって頭で合わせるだけだったんで、まあ、いいクロス上げてくれた選手を褒めたいです。で、まあ、一人一人が全員総力であったり頑張れるっていうのが強みで、まあ、タレントはいないんですけど一人一人が全員が持ってる力を 120% 出そうとする献身的なチームかなと思います。と、まあ、福岡大学は相手強いんですけど自分たちの粘り強く守備して、まあ、勝ちたいです。